橋が。おい、悪くねえ冗談だよ。悪くねえ、悪い冗談だよ、本当に。どうも皆さん、こんばんは、ゆうかいです。では、今回は、また行くぜ。ちょっとね、編集中、見返したいと思ったんですけど、どう上級職員のやつは、ね、ここを動かさないといけないし、あとはそうだね、ここのメインシャフトの部分を動かさないといけないですし、いやー、こっちから行くしかないね。とか言ってこっちから来たらどうしよう。逃げるしかなくなっちゃう。こっち。うろついてるかな、まだ。前回ね、ここから降りて、なんとか。逃げ出せたんだっけ？おいおい、お前暇だろ、マジで。結局、前回と同じ結果は変わらずですね。だからもう向こうから行くしかないね。こっちから行くしかないね。しょうがない、もう。もうあのストーカーがいる限りもうどうしようもない。いやただね、あのタイランドのね、もう会った時点でもう皆さん終わった。ゲームが落ちた。そうでしょ。まあゲームが軽いね、落ちるという軽いハプニングがあったところ。なんですけど、まあちょっともう一回。でね、もう、さっき何の話したんだっけ？と、あ、もう皆さんはね、もうタイラントとはもう会った時点でもう多分想像がつくと思うんですけど、もう、まああいつもいずれ殺さなければならないね。ものなんでね、まあちょっと多分近いうちにまたあいつとは本当の真正面からの勝負をする必要があるんじゃないかな。ここかいるね、そこ。でもタイランドが来ない保証がないから怖い。バイロン・カートライト宛てのメール、ウィリアム・バーキン。あ、ウィリアム・バーキン、俺は聞いたことあるぞ。ウィリアム・バーキンは確か、ウィリアム・バーキンなんだっけ、死の外科医、それローだ。死の外科医、それローだ。ワンピースのローじゃねえんだよ、それ。件名重要、セキュリティ強化の実施か。本部ネストはいつからラ産業スパイの父になった？先日は3人、今月は4人だ。分かってるだけで、セキュリティ強化しろ、カートライト。君は前任者のようになりたくないだろう。それから本日よりウエストエリアの立ち入りを制限する。本社から G に関する、まあ G ウイルスだな、これは。G に関する情報開示要請を受けても、むしろ、どうせ奴らには何もできない。自動送信メール。不正な操作が立候補されました。イーストエリアにて健康保持ない。あ、これはさっきの、多分。あれだろうな、レオンがやったことだろうな。で、これを見たからメインシャフトの方に戻るか。何も起きないはずもなく、あれ違う、こっちだ、通り過ぎた。何も起きないはずもなくと思ってしまうのは俺だけだろうか。これだけで果たしてアイテムが足りるのだろうか。いや、多分この後ね、あいつと全面戦争になる可能性が大いに考えられる。いや、注意しておいた方が良さそうだな。いつでもとりあえず、これでいけるのかな？いける、オッケー。よし。で、ウエストエリアに行けるようになるか。嬉しいな。それをぶっ壊せ。
それをぶっ壊せば、この世界は平和になるんだ。多分な。まあ、続編が出てるってことは平和にならなかったってことですよ。そういうことですよ。くれえな、こりゃ。また。また。おお、デジタルビデオテープか。ん？そして、律儀にわざわざ破片手榴弾まで。お、一瞬ちょっと重くなったな。怖いんだよ、俺、毎回。で、アイテムボックス。セーブはない。セーブはない、オッケー。OSS。OSS か。あ、あるね、OSS。違う。これに近しい形で。で、よし。これでいいのか。で、これをはめると。そしたら、OK。で、よし。懐中電灯を無駄遣い。皆さんね、まあ、最近ね、電気代が高くなっていますからね。無駄に。あれとかは使えない方がいいですよ。僕もね、あれ今はちょっとエアコン消してあるんですけどね、まあ、あんま使わないようにはしてますね。でも実際ウィリアム・バーキン宛てのメール、ジェーン・ドイル G ウイルスの研究中心について、我々アンブレラは地下研究所ネストにおける G 研究開発の中止を決定しました。今期をもって G 研究開発期は打ち切られ、ウィリアム・バーキン所長は解任されます。 BE 誰だ。連絡ありがとう、バーキン博士。君の進化する生物兵器には上の連中も興味を持っている。研究費の件は安心してくれてもいい。うちの会社は合衆国で一番の金持ちだからね。リヒャルト・ケスラー、おめでとう。聞いたよ、ジーが実用段階寸前だそうだな。不思議なのは、君がなぜそれを我々アンブレラ社本社研究室に伝えなかったのかってことだ。まあいい。さて、そろそろ研究データを渡してくれないか。大丈夫、君のジーは私が必ず完成させてきてる。ジェーン・ドイル、あなたにはアンブレラに対する重大な配信行為、配信？わかんねえわ。の行為が、の疑いが持たれています。あなたはし、さ、と、あなたは、その男子財産である G を私物化し、秘密裏に合衆国軍部と接触したことはありかねない。24億年に、その委員会の昇進に応じてください。嫌です。ここなんだこれ。明らかに、あれだよな、手術を受ける、手術台みたいな感じだよね。あ、でもちょっと後ろになんか X 線の検査みたいなのがあるから、そういう関係に流通するものなのかな、もしかして。あ、まあブルーハーブあるけどさ、あんま使ってないよね今のところ。なんかあるかな、アイテムなんかなんかないか。あった、黄色か、強化火薬。うわぁ、触ったら痛そうだな。ああ、なんだろう、汚染されてる可能性があるから、放射線のあれみたいな感じはな。下降りれれる、降りられないか。もう広い、もうなんかと戦いそうな雰囲気出るなこれ。一応バーナーセットしとこう。あ、でもバナもあれか、木材野郎いなくなったら使わないのかな、もう。なんだこれ、ちょっとチカチカすんな、もう。なんだこれ。これ何作ってんの、マジで。こっち行ける。ガンパウダー大、ありがてえ。あ、こっちにタイプライターがある。ん？黄、赤か。いや、待って、青ハーブ使わなくねえか、もう。ちょっと待って、青ハーブも使わないと思うんだけどな。
いらねえ、青ハブ。セーブする前に一旦アイテム片付けちゃおうか。で、これも使わないっぽい。で、これは後で見に行くか。で、あ、マグナム作っちゃおう、これ。うん。で、リロードだけはしとこうね、一応。で、ガンパウダー、また黄色のあれがないと。で、これを置いといて、キュースプだけ持っとこう。一応ね。念のため、本当に念のためね。で、こいつも預けといた方がいいな。では、とりあえずセーブします。はい、オッケーだす。さて、何作ってんだ、女どれ。君が悪いな、これ。研究記録。生態における。はい。はいってのはわかんねえ。漢字苦手なんだよ。成長過程観察。被験体番号449。ちょっと、わかんねえから調べちゃおう。わかんねえから調べちゃおう。多分、灰だと思うんだよ。違うか。違うね。なんだじゃあ。あれ？灰で合ってんのか、これ。やべ、わかんなくなってきた。灰で合ってる。灰で合ってるかな？違う。で、なんかちょっと違うものができてる。ねえ、これはなんていうんだ。読み方、ちょっと待って。はい、あ、はいであった。よかった。こんなの時間いるかね。G 杯が、被験体に着手、もうわかんない。直行、被験体の胸部から腹部を50センチにわたり切開。目視での観察を監視した医療チームの協力のもと、被験体の意識レベルは常に0。生命っていうのかな。1、2を、マイナス2か、マイナス 2？ を保持。被験体の意識レベルが低下した時点で、これ以上の観察は無意味と判断。被験体を処分。被験体番号501。繁殖速度観察。そう、被験体501に G ウイルスを投与。G 生物化した501を30名の被験体群に引き合わせる。2時間36分後、1名を除くすべての被験体に、ハイオウエスケットことを確認。全被験体を処分。一部は実験中に精神の、こい。マジかよ。健康を失い自殺か。T ウイルス。耐性実験。T628639。T ウイルスへ微弱な耐性を示した被験体628に G ウイルスを投与。深い沈黙だった639を引き合わせる。628は抵抗せずを見せたものの24分後に、肺の植え付け完了、T ウイルスの絵の耐性は G ウイルスのもたらす知能低下を防ぐことはできないと思われる。あぶねえ、ちょっと待って。さっきリロードしたからだと思って、マグナムスってのあぶねえわ、さすがに。うわ、無防備だ。来るぞ、絶対。絶対来るぞ、これ。ほらほら、マジか。走れってことだな、つまり。
ほら来たよ。おめえかよ。生ゴミ。しつけえぞ生ゴミ本当に。またお前か。どいて。私がやる。終わらせなきゃ。何？どういうつもりだ。許してウィリアム、お前がバーキンか。お前、え、で、こいつなんだっけ、ね、なんとかバーキンでしょ。じゃあこいつまさか。ウィリアムだって、こいつが。お前の何？何もかもアンブレラのせいよ。で、お前もそうだろ。アンブレラの人間だ。そうよ。でもこんなことになるなんて想像してなかった。話してくれないか。最初から全部。そうだよ。力全部話してくれよ。そう簡単に渡してたまるか。これがウィリアム。なのかな、ウィリアムの。じゃあこれを作ったのは。確かに G ウイルスは作ったわ。でもこんなのは想定。動いてますよまだ。あ。そんな。おい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 、勘弁してくれ。してくれよ。何をしてる。ここから出すわけにはいかないの。そういうことね。つまり俺に戦って勝ってほしいと。なんちゅう厄介ごと押し付けてんだてめえは。決着をつけて。おうおう、蹴りつけようぜそろそろ。ちょうど待てい。奥に何かある。危ない、横通りますよ。そしてなんだ、嫌な予感がする。あれはほら行ったのに危ねえ。いや、もしかしてあれをぶっ壊すのか。ちょっと待って、先行んで痛い。なんちゅうイカれた運動。余って、やっべやっべ、回復これしかねえ。回復これしかない。ちょ失礼。よし、50%さ。目玉を狙え。あぶねえ。ダメだな。これ撃つんじゃないのか。違うのか。そういうわけじゃないか。単純に爆弾手榴弾も嬉しいけど、んバーナー燃やせってことか。あぶねえ。あぶねえよ。なりふり構っていられるかこんなところで。まったく。ハーブないの。ハーブマグナムあるけど。わーお。あ、待って、まさか燃やすぜ。じゃあ遠慮なく。まあこい、あ、待って、やべえ、ここ避けられねえ。回復あった、オッケー。じゃあ避けよう、避けよう。ここで一回返し。あぶねえ、なんちゅう高いっぷり。ハンドガン持てねえ。あ、60発スタックなんだ。初めて知ったわ、これ。ほら燃えろカス。痛い。え、一発で出んじゃー、うん、なあ、ほら燃えろ。あぶねえ。あ、ちょ待って、次の瞬間絶対食らう気がする。あぶねえ、ほら燃えろカス。
これ当たらない？これ絶対不可避な気がするんだけど。あぶねえあぶねえ。いた。いや一発で出んじゃん。重いって。マジでいってんのこれ。でも上登れねえし。ノッカーから上から上に登れるところあるか。あぶねえ。その攻撃嫌なんだよ。即死ぐらいの威力だからさ。ほんとに威力だけはバチクス高いんだから。ほんとに死にそうになっちゃう。危ないねあんた。こらおい、あ待って、これ避けられなくね。危ない。あうわはは、死んだ。燃えちゃった。死んだ。さあ今度はそうはいかんぞ。燃えろ燃えろ燃えろ。ひるめよちょっとは。お前なんで燃えてるのにお前それに対しては何も言及はしないんだ。お前はイカれてるよマジで。危ねえ。ほら燃えろカス。危ねえ。さてとやるな。 OK。 じゃあちょっと今のうちに離れちゃってアイテム回収しよう。よし、バーナー、ちょっと待ってね。手榴弾も使っちゃおう。あ、手榴弾は使えないのか。危ねえ。ほらよ、お土産だ。もうバンバン使っていこう。で閃光も使っていこう。もう危ねえよおめえ。あ待って、お気に。まあいいや、残り15発だ。置いとこう。狙えても無駄と。起きねえか、くそ。でこれを組み合わせられる。 OK。 あぶねえ。いやもうマグナムも解禁しちゃっていいっすね。これは危ないっすね。お客さん危ないっすね。あぶねえ、避けて後ろ向いてたから。後ろ向かねえと当たらねえな。さあ攻撃パターン変わってくるな。あいよ、ガーッ。うわーい、足を削られた。よし、でも最後の一撃だけ残られた。オッケー、じゃあ回復しよう。ね、こっちだな。ほらよ。あ、くそ、切れた。危ねえな、ほら。ひどい！二発目来るなんて聞いてないよ。ほら、ほら、ほら。避けて。ほらよ、ほらよ。なんだ、てめえ。あ、そこか、ほら。ほら、ここが痛いのか、ほら。ここか？違う。そういうことだ。うわあ、痛い。食らった。めっちゃ食らった。痛いと思うほどに食らった。オッケー。回復さえやらフルで回復さあ、レオンは何度でも動き出せるんだよバカが。にゃー、ちょっとまずいかも。これは隠れていようか。当たらないぞこれ。大丈夫、被弾して。いやもう燃え、もう
痛いってお前、しつこいよ、ストーカー野郎がクソは。お前そこはめろよ、はまるからやめろよ、お前はまねえだろ、おめえはまったらどうすんだ、お前ないか、ここには何もない、外れだ、外れ、やべ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 、で、なんだここで、ここに弾だから回収しておいて、やばそうだな。で、急スピも回収。あ、行った。嘘でしょ、なんかこんなんがちょっとあっけねえ感じじゃん。ざまあねえな。いや、こんなんで終わるわけない。こいつがこの程度で。で、どうすればいいんだ。どこをどうしたらいいんだ。どうすればいいんだ。なんかエレベーターあったよね、道中で。どこ。そこだ。あ、もう絶対動くやん、もう絶対動くもん。アイテム回収フルで使ったな。よし、さあ第2ラウンドか。あと大丈夫なの。まずいな、ひどい傷だ。痛みの方がもっとひどい。なあ、そりゃそうだろ。信じられないけど、G ウイルスを処分すると約束して。あれは証拠だ、 FBI に渡す。あの女を信じるのしかないだろう。もうてかエイダを信用してるよ。彼女は FBI じゃない、産業スパイよ。Gウイルスを売る気なの。あの女はただ金が欲しいだけ。任せ言うな。おめでたい人ね。まあ実際ね、もうもし G ウイルスがバイオ4でも分かってるしね、それは。あ、行った、まあ、バイオ4でも実際にそうだったしね、エイダは。てかそれ、でもってよくよく考えて、今さ普通に冷静になって考えてるけどさ、エイダスパイなのに食えてなさすぎじゃない。食えてなさすぎじゃない、いくらなんでも。そうだな、たとえあのウィリアム・バーキンが死んだとしても、あ、ここにいいもんなんじゃん。だからこれは置いちゃう、組み合わせじゃなくて置いといて、で線香も置いといて、でさっきこれあったよね。これ見ようか、ちょっと。こんな悠長な してる場合あんのか、ちょっと。移動で移動で。悠長にしてる余裕ないと思うけどね。まあ、見ようか、とりあえず。ガチャ。VHS かな？どうだ、どうだ、どうだ。あ、うん？Gウイルスの確認。ウィリアム・バーキンだよな。バーキンよ、我々と来てもらいたい。君たちが来るのは分かってた。まさか、なんだ。誰にも渡さないぞ。私の生涯をかけた作品なんだ。我々は命令を受けている。最後にもう一度だけ言う。かよ、じゃあこのカメラ撮ってるやつ余計なことしかしてねえじゃん、もう。ターゲットの抵抗にはやむなく射程。おかげさまでこっちはひどい目にあったんだよ、ったく。了解、サンプルを回収します。撤収だ。お前のせいで余計な目にあってんだからな。
このバーチンも悪いけどさ、バーチンも悪いけど、この撮ってるやつも、このデジタルビデオテープのを撮ってるやつも、これ悪いよ。おかげさまでこっちがひどい目にあったんだからな、まったく。余計なお世話だ、クソ。ったく。なんてこったよ。お前のせいだからな。すら覚えたからな、お前、ほんとに。お前のせいでこんなことになったんだからな。ん？あ、エイだ。いや、待って。君のことを考えてたか。あら、私もよ。心配してたの。俺たちはいいチームだ。聞きたいことがある。これで出られる。ウイルスは手に入った？もちろん。いや、待て。確認させて。早く出ましょう。アネットに会った。話を聞いてよ。君は FBI じゃないと。ああ、レオ。おとなしく渡せばよかった。信じた。ダメだ。こんな結末になって残念。俺は君にとって捨て駒だったんだ。これが私の仕事なの。俺もそうだ。銃を捨てろ。君を逮捕する。 G ウイルスを渡してレオ。いくらスパイとしても容赦はしないぞ。それでもこんな状況になっても、できるものならな。さすが男レオン、かっけえ。お前、エイダ、ジーがせよ、てめえは。あ、誰にも渡したくないんだったらもう黙っとけ、いいものね。やばいよ、大丈夫これ。もういいわ。諦めるな。そうだ、諦めるじゃない。諦めるな、エイダ。頑張る、頑張れ。頑張れ。生き延びて、レオ。あ、エイダ。え、マジかよ。おい、こんな終わりありかよ。いや、確かに心や悲しみに暮れる必要もあるけど、マジかよ。余計なことしやがったな、アネットは。もうバーチン家ともども、もうしょうもないやつしかねえな。ってなんだと。ここが、で、え、じゃあどう、で、何、早く。いや、待て、よくよく考えた。10分っていう長い制限時間が設けられている。これなんか不自然すぎないか。いくらなんでもちょっと時間たっぷりありすぎるような気がする。バイオ4の時もそうだったけど、そんな時間なかったもんね。あ、なにこれ、エネルギーコア的なやつかな。それにしても急にハンドガンの弾急に大量に入ったな。装填されてるやつで想定されてなくても51発余ってるのか。えぐいな。ちんたらして、ほら、もうだってさ、こんなところにさ、律儀に救急スプレー置いてくるんだよ。絶対あいつだよな、あのクソデカ男と、クソデカタイラントと戦う誰だお前。
どあ、クリアか。レオ、あなたなの？ああ、でもここはもう持たない。よく聞け、脱出するんだ、今すぐ。ええ、脱出路はある。そりゃ、よかったけど。なんとかなるわ。あなたはどこ？クレア、聞こえるか？ああ、レオ、よく聞こえない。あーつ、ダメか。俺に構うな、早く脱出しろ。あ、くそ。いや、こんなんで終わるわけがねえよ。俺はよく知っている。待って、コンバットナイフどこ？え、これ、もう絶対タイラントだろ。これタイラント戦来るぞ、絶対どっかのタイミングで。俺は分かっ、おらおらおら、セーブします。いやいや、セーブしたんで。ちょっと待って、いいか、これはこれで。で、こっちか。急が、急が、急げ、急ごう。これがどうせこの後タイラントのやつも待ってるんだろう、多分。おみえらに構ってる暇はねえんだよ。燃えとけ、カス。で、こっち？違う、黙っとけ。お前らに構ってる時間はねえんだよ。ほら、ほら、燃えとけ。おやすみなさい、しときな。ほら、もうハーブあるもん。もうハーブあるっていうだけでも、もう不自然にしか思えなくなってきてる。急いで、レオン。10分で間に合うかな。早くもう降りて。もう47さんみたいにスーって降りれない。まあ、あれはもう特別な訓練を受けてるがゆえにはできたことか。そりゃそうだ。で、なんだ？なぜここ？冗談じゃない、本当だよ。お、冗談きついぜ。まったくよ、お前がいるのはもっとさらに悪い冗談だよ。これ以上ないくらいの冗談だよ。で、こっちか。ほらほら、急げ。もうアイテムなんか取ってる暇、ポンプ室、もうブルーハブなんかいらん。おっと、これは困っちゃった。で、後ろから、あー、頭使わないで。おっしゃ、俺のつまみやがれ。お前なんだ、お前バックでよろけると可愛いな。お前意外と可愛い一面あんだな。お前いってー、危ない。お前もだいぶ、あのタイレントも、ね、タイラントで、あのタイレントもタイラントで命令とはひどい目にしか合ってねえな。あいつも、あいつも酷なんだろうな、きっと。爆発まであと7、さぞ酷、さぞ酷なやつなんだろうな、多分。で、ちょっとアイテム回収しようか。なにこれ、ジョイン、くー、ちょ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 、どうしましょう。あー、もうこんなカスみたいな量だからいらん。だから、これを置き換えて、で、セーブはない。いやね、オッケー、セーブないから行っちゃおう。もう広い、もう絶対あいつと戦うことになる気がする。あいつもこんな、なところで死ぬ球じゃないっていうのは俺が多分分かってる。よし、行くか。おお、早くしねえと本当に死んじまうな。まさか。おお、橋が。おい、悪くねえ冗談だよ。悪くねえ、いや、悪い冗談だよ、本当に。おいおい、タイラント君よ、タフネスがすぎるぜ、そりゃ。これが本当の命令の賜物ってやつか。一体どんだけなの、お前、一体よ。命令の賜物ってやつか、これは。
アイテムのはもちろんありえないな。アイテムだ。痛い。3回連続攻撃、痛いですねこれ。いや心臓を狙うべきだこれは。言われなくても終わっとるわ。痛い。そんな攻撃もありか。何でもありだなお前。こらこら、ちょっと今のところ俺ひどいね俺。ショットガンもなければ、ショットガンもなければ、今残ってるのバーナーしか残ってない。もう攻撃方法ほとんどないやんけ。もう終わってんなこれ。いや避けられなくねこれよ。っあまだ大丈夫、避けられんくねこれ。ひるませたか。痛いな。こいつから逃げるだけでよかったりとかする？もう無理なんだけど俺。もう弾ないよだって。あ、行った、やっと行った。え、なんだそれは。お、御用達。やっぱ生きてる。さ、痛い。ちょっとお前それはさ、卑怯って言葉あんだろうかボケ。拾わせるくらいさせんか。たぶん。ただあの近距離で撃ってよく。レオも大丈夫だったな。で3発残ってる。もう絶はーい。ちょっとで、もうリフのぶっ殺すぞてめえら。いや待って、いやこういうことだ。派手に吹っ飛べ。あ、後ろまで飛んじゃったな。まあいっか。あ、列車列車。おっとおっと、あれ待って、ここのなんだなんだなんだ、頑張れ。いやうじよ、なんだって今見えたぞ人影が。人影見えなかった今。いやこれあいつが乗っ、あいつも乗ってくるパターンの可能性全然あるな。これで終わるわけがない。まったく。そうだ、よくよく考えたらレオン左手怪我してんのもな。こんな状況でよくやったな。もう忘れないとな。あ、そうか、レオンはエイダが死んでると思ってるのか。いや、これで終わるわけがない。あ、レオ、クレア、クレアか。で、この子は？やったな。私が言った通りね。え？終わった。マジか。いや、いやでもやっぱ謎が多いよね。この点で言うと、まだ、ね、まあやっぱアンブレラのね謎はね、まあや、まあ、最近のねバイオ8かな、8、まあバイオビレッジになってはどんどんそのね、ね、裏の情、裏というかその過去のことだったりね、そのアンブレラ創設者のオズウェル E スペンサーのね、その裏の背景ね、背景だったり物語の背景だったりとか、まあね、最近だって
合わされてきたりしてますけど、まあね、まあまあそういうね、まあ背景があって、まあこういうのはね、こういうストーリーができてるんで、まあやっぱバイオって神、やっぱ神作だな、やっぱ神ゲーだ、うん、やっぱ神ゲーだってちょっと思っちゃいますね、これは。で、まああくまで、まあね、このバイオハザード RE2 終わったんですよ、レオン編が。レオン、あくまでレオン編が終わったんです。なのでね、多分この後まだね、あれがのこ、まだ多分残ってると思うんだよね。多分まだクリア編かな、クリアの方のクリア視点での多分ストーリーがまだ残ってるんで、ちょっとね、そっちも、まあ、次回からかな、次回からね、やっていけたらなと思っています。ちょっと長いからちょっと飛ばしちゃうか、さすがに。さすがにエンディングは長々だ。ほら、言ったでしょ？タイラントだ。全くしつこいね、本当に。レオン・ S ・ケネディ、スタンダード、トータルタイム、7時間43分。で、セーブ30回、B ランクと。まあ、ちょっとね、まあ。で、僕自身、無駄な時間、ね、無駄な動きとかが多かったりしたので、ちょっとね、時間がかかっちゃったり。で、セーブもね、ちょっと、ところどころ、録画ミスとか、でね、セーブ何回かしちゃっていたりもしてるので、まあちょっと一応 B になっちゃってるんですけど、 B って高いのか低いのか分かってないんだよね。で S かな、 SS だったかな。で S は何だろう、セーブ回数5回までかな、セーブ回数5回まで、でクリア時間をなんか3時間以内とかになるのかな、3時間とか5時間とかそんくらい以内に収めるみたいな、それで多分 SS とか A とかに行くのかな、といった感じです。で、でゲームモード、まあクリアかな、クリアのニューゲームセカンドの項目、ニューゲームセカンドはエンディングが一部のゲーム展開を異なります。セカンドシナリオ、へえ、あ、そういうことだ。でこっちの多分セカンドシナリオだと、多分あの最後の、多分最後のあのね、タイラントが船じゃねえや、列車に後ろにいたけど、多分その戦いがもしかしたらあるのかもしれないですね。ああで、まあセカンドなので、まあこっちからかな、普通にシナリオセレクトで、多分普通にあれ、ニューゲームの方で、クリアな視点の、まあこれセカンドとあれで何が違うんだろうな。まあもしかしたら何か違うかもしれないですけど、まあ次回ねやるとだったら、まあ普通にこっちのセカンドではない方の方からやっていくかなと思うんでね。まあそれ以外にもいろいろ、まあエキストラなんかもあったりしますし、まあこういうのもいろいろあったりしてます、あったりしますのでね、ぜひ皆さん遊んでみてはいかがでしょうか。ではね、多分次回はまあ何度も言いますけど、クリア編からね進めていきたいなと思います。では今回はの動画はここまでとなります。ではぜひ面白いと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。では、失礼します。